やあやあ皆様、はじめまして、 VTuber のクリアです。過去の動画、特に一番最初に投稿したものを見てもらえるとお分かりかと思いますが、僕は動画投稿で活動しておりました。そこからだんだんとみんなが楽しんでくれるには一体どうしたらいいんだろうと自分なりに考えた結果、一つの夢でもある VTuber に転身したんだ。まあ、実は自己紹介動画を出すのはこれで2回目なんだよね。詳しくはこの辺、左側に出てると思うんだけど、モデルチェンジしたんですよね僕、うん、でも見て、すごくよく動くでしょうせっかくだから他にも僕のこと教えておこうかな。いわゆるプロフィールだね。名前は改めてクレアって言うんだ。海外の人も呼びやすいだろうしね。ゆかりネットコネクターっていう日本語と英語同時に字幕が表示できるツールを使って放送している時もあるから、ぜひ海外の方も気軽におしゃべりしてね。誕生日は6月20日。血液型は A 型かな。お人よしだけど優しいって言われる。仕事は朝のお仕事をしながらみんなと会うために頑張っているよ。年齢は永遠の23歳ってことで一つと、まあ実はこれにはゆえんがあって、詳しくはピクシブファンボックスに記載されているから、もし興味がある方は見てみてね。趣味はお話とゲーム。ゲームのジャンルは対戦ものが多いかな。格闘ゲームだとか MMORPG とかやっているよ。ファイナルファンタジー14。あとはコミュニティを運営しているから、ゲームの大会とかそういったものを運営しています。あとは一つのゲームをみんなで一緒に遊べるように視聴者参加型という形で企画して遊んだりしています。もし一緒に遊べるタイトルがあれば一緒に遊びましょう。それじゃあ次の画面は当チャンネルの方針について説明していこうと思います。せっかくなので少し衣装も変えちゃおうかな。初めましての方向けという動画ですので、こういった画面を用意いたしました。基本的には週末に定期配信を行おうと思います。ただしコラボやコミュニティによるゲーム大会がある場合はそちらを優先して定期放送の週をお休みすることもあります。まあ方針としてはこうですよってことですね。ちなみにこのあたりは今も継続して行っているよ。もっと視聴者が増えていただければ次何をしたらいいか相談もできるし、このあたりみんなで作っていきたいですよね。平日には動画投稿、別タイトルの放送など無理がない範囲で行っています。ここは日々変動していきそうだけど、ま、継続は力なり、雑談配信ができるぐらいには盛り上がりたいですよね。さらにシチュエーションボイスなんかも取り扱うことにしたので、まあ僕の声をしっかり聞きたいという方はぜひ聞いてみてね。他にはツイッター、冒頭にもお話ししたようにピクシブファンボックスもやっております。皆さんとの距離が近くなるような取り組みを行っているので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。僕のチャンネルで提供できるメインとなる柱はいくつかあるのですが、特徴的なものとして FF14 ヤシトラロールプレイをしながらゲーム内活動をしています。こちら興味のある方は概要欄にそれに特化したツイッターと分けてありますので、ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいです。ぜひヤシトラが好きな方にはおすすめいたしますよ。あとはコラボの方もぜひお待ちしております。勢いで来てもらっても構いません一緒に楽しい環境を作っていきましょう。そんなわけで自己紹介動画はこの辺りで終わっておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ、またねー。